ンラーメン。ノアちゃん大丈夫？それちょっと辛いんだよ。まずはお店で一番人気の品を試してみるよ。幸い僕にも好き嫌いはないからね。試すくらいなら別にいいんじゃない？それにくるみ先輩の友達は全然辛くないって言ってたんですよね。まあそうなんだけどね。そうだね。ではいただきます。うん、おいしい。魚介系かな。すぐに人気店になりそう。心配は無用だ。とても美味しいよ。これがラーメンか。なるほど、癖になりそうだ。しない。ガチで？本当だよ。少なくとも僕は全然。そして何よりとても美味しい。楓と同じこと言ってる。二人とも辛くないって言うのなら本当に辛くないのかも。ねえノアちゃん、一口食べさせてもらってもいい？もちろん。じゃあ私の和風もどうぞ。全然辛くはない。和風より味はちょっと濃いめかな。でもすっごく美味しい。さすが看板メニュー。この和風ラーメンも美味しいね。素晴らしい。ごくり、気になるならくるみも食べる？私辛いの苦手なんだけど。全然辛くないんだよね。うん、僕は辛いとは思わなかったよ。私も。そっか。二人が辛くないって言うのなら、楓の場合、私にいたずらしてくることもあるけど、二人なら、そんなことするとは思えないし。じゃあ、お言葉に甘えて、ちょっと、味見させてもらうね。いただきます。うん、おいしい。ほんとだ、あんまり辛くて、あと辛くる。やっぱ辛いじゃん。正直嘘なんてついていないよ。僕は本当に辛いとは思わなかったんだ。私も先輩にいたずらしたわけじゃないですよ。なんでそんな普通に食べれるの？辛いの得意なの？得意ってわけでは。むしろどっちか選ぶなら苦手な方ですけど。そうなの？やっぱ私これダメ。あ、じゃあ私の和風も試してみますか。こっちならくるみ先輩でも全然辛くないと思いますよ。じゃあ味見させてもらうね。あまねちゃんの醤油ラーメンどうぞ。はい、ありがとうございます。りくも試してみる？